でね、頭から腰神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんですね。でなのでお尻しっかり緩めていきます。で私がわざわざ説明するってことは痛いでしょ。そう、めっちゃ痛いんです。頑張ってね。細かいところをちょっと指で緩めてきますね。腰痛の人って、ね、ここが硬い人が多い。こいつ際だけどね、触られたくなかったら言ってよ。でもだいぶ取れてきたよ。力抜いて受けてった方がいいんですよね。どっちでもいいよ、脱げたらしょ。本当は押した時に息吐いた方が楽だけどね。取れたら終わるのね。こっち側を上にして横向いて休みましょう。こっち側上にしていけば、はい、横向き。で、お尻の筋肉っていうのはここからここまでくっついてるので、ここをしっかり緩めさせてもらいますね。で私がわざわざ説明するってことは痛いってことね。はい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 。
しょ。結局だからこいつをしっかり取ってあげないと腰痛が取れないよね。いやいやいや、ふうふう、ちょっとストップ、ちょっとストップ。そこに結局ね、全部のお尻の筋肉、足の筋肉が全部くっついてくるんですよ、ここに。なので、うん、こいつが緩まないとやっぱりね、腰痛って取れないよね。だからいろいろ温めたりとかしてみるけど、それでもなかなか取れないっていうのは、これが硬いから。テニスボールとかの上に乗ったりするんですけど、それとは全然次元が違う。テニスボールはだったらこういうスタンスになるんだけど、最近ね、こう斜めに入れる方向にしたから、ふうふうふう、はいはい、はい、あ我慢我慢のしのぎ。だいたい1回ストップ入れるとね、ここで折れていくね。だいぶ緩んでいくでしょ、ここ。いや、わからない、わからない。でも右の方がここは痛い。痛かったでしょ。痛い痛い、やっぱり痛い。でも右の方が硬かったね。耐えれるんだったら反対側もうちょっと耐えとこうか。腰痛取っときたいんだったら、はい、反対側向きましょう。汗が汗がね、すごい寝てるだけなのに、はい。硬さなくなってきたでしょ。はい、ちょっとマシになっている、うん、でも痛いけど。これだね、はい、じゃあ下向きもうちょっと、いいところで。そう、気持ちいくなったら変わるからね。よいしょ。これで、はい、すいません。では背中触っていきます。
そうするとほら背中だいぶ柔らかいの分かります？さっきと全然違うよね。触り方は一緒です、はい、ということはだいぶ足の疲れから背中に来てたよってことなんですね。でもまだちょっとこの辺硬いけれども、はい、これがこの全身の疲れがまだ残ってる状態だから、はい、それを今からしっかり緩めていきます。